と伊藤敦則は中8日空いていました。まあ、この辺りはバファーと思いますよね。はい、まあ、昨日雨でゲームが中止になり、そのあまりにもその離されすぎましたんでね、やっぱり連勝する以外にないと思うんですよ。そうでしょうね。縮めていくには、西武にこう負けを少しでもね、そうですね、あの増やすような形を取らなきゃいけないですよね。まあ、気温同様、横浜太陽対ヤクルトは、ヤクルトが高野、そして横浜太陽はアズセであります。1軍登録2割8分6厘、まだ今シーズンホームランはありません。まあ、この福田です。高村は1、2番続けて2-3、三遊間。今日はショートは足立。ご覧のようにホームベースからかなり離れ立っております。さて立ち上がります。セカンドランナー福田。今年はなんかこうね、その鋭さって言いますか、インサイドまっすぐ。さあどっから攻めますか、バッテリー。そうです、出てきたなという感じがしますが、ゲームの方は3回の裏オリックスの攻撃、増田からです。まあ、ですから前年打ててもその年が明けて全く打てなくなったり、かなり顕著な数字が出ます。後半になってそのここという時に力が発揮できなくなってきますんでね、はい、で僕ら見てて悪い方へ行く場合があるわけでね。また外です。当たりは速い、ライト前、高橋の前にまた2人ランナーで、ランナー2人背負っています。また内田、体に当たっていないようです。フェア、スリーアウト。1点リードされての4回の裏、柴原からです。まあ、息が長いというかね、まあ、コツコツと努力を重ねてきた選手であり、不可能してるんですよね。そうですね。まあ、一昨日のゲームもラストイニング出てきて抑えたんですが、よく取りました、よく取りました。ツーアウトでボール3つ。先ほどはヒットを放っています。戸郷さん、心配したんですね。そうですね、初勝利は5月の2日でした。完封シャットアウト。まあ、それともう一つ変わりができませんでした高村であります。今日2打席凡退の増田が、しかし戸郷さん、これ見てみますと1回、2回、3回、4回、5回先頭バッターは一応切ってる。絶対出しちゃいけないというのはね、今のボールどうですか高村。まさにこう今のボールあたりは若者の躍動という感じがいたします。高い一戦出てまいりました ね、 そうでしたね。中心に回ってますからね。ただこの回は元西ピッチャーゴロ、松田が三振。4番の石峰。この回は佐久間さん、スライダー多いですね。多いですね、ほらね、スライダー、まっすぐ、いずれも外。インサイド2つ続けられてサードゴロでした。ああ、こっちね、まだ余裕はあります。釣り玉、三振、ストライク2。